Oh, the big kibosh! Wakamatsu called him! 僕が格闘技始めたきっかけは、まあ、昔ちっちゃい頃に、まあ、すごい喧嘩ばっかりしてたんで、地元の先輩が、まあ、そんな喧嘩ばっかりやるんだったら MMA やれよっていうのがきっかけで、まあ、MMA の映像を見て始めたのが最初です。僕の育った鹿児島県は、まあ、すごい田舎で、まあ、東京とは全然違う超ど田舎で、何も、まあ、こういうこと言ったら失礼ですけど、何も例えば格闘技やるにしてもやるとこがないあんまりような、まあ、すごい田舎だったんです、まあ、初めてちゃんと格闘技したのは、まあ、東京に来てトライブに入っていきなりもう MMA から始めました。この試合は日本でやるんですけど、海外じゃなくて、まあ、日本っていうのは、まあ、プレッシャー、まあ、ないって言ったら嘘なんですけど、ほとんど海外でやるよりは全然僕の方が有利だし、まあ、自分の本当今持ってる全てをジョンソンにぶつける、しかも日本大会でっていうとこ、まあ、これはすごいなんか意味があるんじゃないかなっていう、何か起こるような奇跡が、そういう感じがします。はい、このデメトリアス・ジョンソン戦は、まあ、僕みたいな何もベルト持ってないチャンピオンでもない自分がこんな強い世界一の相手と戦えるのは、もう僕の人生で最大のビッグチャンスです。はい、なぜなら、まあ、この前まで僕は鹿児島の田舎にいて、まあ、飛びとかもう誰でもできるようなことやってたんで、それがあんな世界チャンピオンと戦って